ワンちゃんがトリミングやお手入れに協力してくれる方法。今回紹介する内容は、1、行動の基本の原理、2、どんなトレーニングを選択すればいいか、3、実践の3本です。さて、トレーニングにはたくさんの方法がありますよね。結局何が正解なのか分かりますか？犬に伝わるように、きちんと叱らないと犬に舐められると書いてあったり、大げさに褒めないと犬には分からないと書いてあったり、みんな言ってることがバラバラすぎて混乱してはいませんか？実はワンちゃんの行動を変えるとき、頑張って伝えようとする必要はありません。なぜならワンちゃんは超結果主義だからです。その行動をしたらどんな結果だったのか、ワンちゃんはよく覚えています。良いことが起きた場合、その行動をもっとやってみようと思いませんか？逆に悪いことが起きた場合、もうやりたくないなぁと思いますよね。つまり行動の原理では、行動した直後にワンちゃんにとって良い出来事が起こると、その行動する頻度が増えるということが言えます。逆を言えば、行動した直後にワンちゃんにとって悪い出来事が起こると、その行動する頻度が減ります。このようにシンプルな行動の原理によってワンちゃんの行動は作られています。しかし大半のトレーニングがうまくいかず諦められているのが現状です。それはなぜかというと、褒めたり撫でてあげたりしていてもそんなに喜んでいない場合もあります。逆に叱っているつもりでも注目されて喜んでいる可能性もあります。頑張ってトレーニングを続けていても行動に変化がない場合は、このようなすれ違いが起きているのかもしれません。大事なことをもう一度言います。ワンちゃんは超結果主義の動物です。つまりどのような方法で叱ったり褒めたりしたかよりも、ワンちゃん自身がどう学習したかの方が大事だということです。例えば飼い主がおいでと言った時、ワンちゃんが近くに来てくれたのでご飯を与えました。その後おいでと言われた時、近くに来る回数が増えたならば、そのワンちゃんにとってご飯をもらうことは良い結果と言えます。なのでこのワンちゃんにとってご飯をもらうことは、してほしい行動を増やすパワーがあります。逆に飼い主がおいでと言った時に、ワンちゃんが近くに来たので抱っこしてあげたとします。その後おいでと言われて近くに来る回数が減りました。このワンちゃんにとって抱っこしてもらうことは良くない結果だったと言えます。良くない結果であれば行動を減らしてしまいます。ワンちゃんの行動を増やすものじゃないとご褒美としては機能しません。きちんとご褒美になるものを用意しましょう。ではどうやってワンちゃんに協力してもらいましょう。簡単に言うと、ワンちゃんにお手入れやトリミングをしてほしいと思ってもらえれば OK です。うちの子怖がりな性格だから。いいえ、性格は関係ありません。必要なのはトリミングやお手入れが楽しかったという経験を積むことだけです。実際にとっても怖がりだと思っていたワンちゃんが楽しい経験をたくさん積んだ結果、練習したことは自信満々でやるようになったなんてこともありました。怖がりなのではなく、怖かったという経験をたくさん繰り返し学習しただけでした。苦手だったことに対して楽しい経験に塗り替えるには、やはりご褒美を使うのが一番です。そう言うと必ず言われることがあります。食べ物で釣るなんてトレーニングじゃないよ。おやつがないと何もしなくなるんじゃない？もっとわがままになるでしょうか。それは大きな間違いです。実は髪を覚えてしまったワンちゃんのほとんどが、叱られたり嫌なことを無理やりされたりしてトラウマになってしまったことが原因の可能性があるんです。実際に相談された例をご紹介します。トリミングサロンに連れて行きたいんですけど、触ろうとすると噛みつくので連れて行けません。これは飼い主が近づくことがトリミングに連れて行かれるという条件になってしまったかもしれません。トリミング後は必ず凶暴化して触ることができません。
トリミングのストレスを抱えすぎてしばらく敏感になっているのかもしれません。トリミング後に必ず血便が出てぐったりしています。ストレスによる自律神経の乱れは体調不良の原因になります。そのような経験を経て家で自分でトリミングに挑戦する飼い主さんもいらっしゃいます。しかしトリミングの作業自体が苦手だった場合、飼い主さんも警戒される対象になってしまいます。このようにして誰にも触ることができないワンちゃんが完成してしまいます。ただお手入れやトリミングが苦手だっただけなのに、他の問題まで広がってしまっています。近づこうとすると逃げるようになったり、抱っこすると怒るようになったり、クレートに入らなくなってきたり、飼い主が動いただけで噛みつくワンちゃんもいます。このように嫌がることを無理に押さつけて続けてしまうと、新たな問題行動を生み出しさらに悪化させてしまう可能性があります。これはわがままなのではなく、危険から身を守るための当たり前の行動です。このような実際の経験から、叱らない、ワンちゃんを追い込まない、ご褒美を使ったトレーニング方法をおすすめしています。では実際にトリミングが好きになるとどう変わっていったでしょうか。トリミングやお手入れをする前に抱っこしようとすると噛まれていたのが、自分から抱っこしてーと来るようになりました。トリミング後は必ず凶暴化して触ることができなかったワンちゃんが、トリミング後特に機嫌が良く、普段起こる場面でもご機嫌でいることが増えました。トリミング後に必ず血便をしてぐったりしていたワンちゃんが、今では体調が安定しています。こんなにたくさんのメリットがあるなら、早速ご褒美をもりもり使ってトリミングをしようと、その前に実はご褒美をあげるより重要なことがあります。それは、今の環境にあるすでに怖い苦手なイメージがついている物事を排除することが優先です。理由1、怖いものが多い場所では緊張してしまう。緊張した状態だと記憶が定着しづらく、学習が進みにくいです。例えばすでに苦手になっている道具を変えてみてもいいでしょう。スリッカーが苦手なワンちゃんならピンブラシに変えてみるなど。服装で何をする人なのか覚えているワンちゃんもいますので、私服で作業すると無駄に怖い印象を与えないのでいいかもしれません。口輪やエリザベスカラー、リードなどのワンちゃんの行動を拘束するものを外します。ワンちゃんは行動制限をされればされるほど逃げるという選択肢を失ってしまうため、噛みつくという行動が出やすくなるからです。いつもトリミングをしている部屋では入った瞬間に緊張してしまうので、場所を変えてトレーニングを始めてもいいと思います。このようにストレスフリーな環境でトレーニングをすると効果が出やすいです。理由に、ご褒美を獲得したいよりも身の安全を確保する本能の方が強い。作業を細分化して小さな刺激から少しずつ大きな刺激まで慣らしていく方が良いです。具体的には実践動画で説明します。理由3、ご褒美の使い方によってはご褒美が現れると苦手なことが起こると学習する場合がある。ご褒美をあげてから嫌がる作業を始めるのを繰り返すと、ご褒美が嫌な作業の合図になり、ご褒美を食べなくなることがあります。してほしい行動や鳴らしたい刺激の直後にご褒美をあげると、作業や道具のイメージも良くなっていきます。以上のことを踏まえて実際にトレーニングをしてみました。今回協力してくれたのは、まるくん10歳の男の子です。ずっと通っていたトリミングサロンに断られてしまいました。トリミング中に暴れすぎて首に3日間取れないほどのミミズ腫れができたこと。最後のトリミングではバリカンがかけられず、毛が長いまま帰ってきたそうです。ということで、今回の課題はバリカンのトラウマを乗り越えよう。ステップ1、まず楽しい場所を作ろう。そう、さっきすごい気になって。まずはサロンカーに入る練習をしてみよう。サロンカーに入ってもらうときは抱っこをして入れたり、リードを引っ張ったりして入れることはしません。いや、けど多分できるよ。できる？うん。
はじめはフードで誘導して入ってもらいます。サロンカーに入ったら早速トリミングをしよう。ではなく、初回のこの日はサロンカーでフードを食べて終わりにしました。まだトリミングは苦手なままなので、ここで焦って進めてしまうとフードを食べなくなったり、次にサロンカーに乗るのを嫌がる可能性があったからです。するとその結果、2回目のトレーニングでは随分すんなり乗れるようになりました。サロンカーが来るとご飯が食べれることを覚えていたようです。これを繰り返すと、サロンカーを見るとどんどん近づいてくれるようになりました。サロンが大好きな場所になれば、連れて行く時も捕まえなくても自分から来店してくれるようになります。逃げたり嫌がるワンちゃんを捕まえる必要がないので、噛まれるリスクが激減します。ステップ2、止まる。落ち着けって、落ち着け、よしよしよし、あ、落ち着けって、落ち着け、よしよしよし、よしよしよし、落ち着けってば、落ち着けって、落ち着け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 、よしよしよし。もちろんこれでは全然止まってくれません。結果に良いことが起こると、その行動が増える。この行動の原理を使って止まることを教えてみましょう。ワンちゃんが止まっている時だけフードがもらえます。それと同時に、ワンちゃんが動いてしまった時はフードはもらえません。落ち着けって、無理やり落ち着かせる方法と止まったら良いことが起きる方法、落ち着け、どちらが長い時間止まっていられてるでしょうか。落ち着けってば。そしてワンちゃんにとってどちらの方法が分かりやすいでしょうか。圧倒的に後者だと思いませんか。そしてもっとワンちゃんにご褒美のタイミングを分かりやすく伝える方法があります。短い音をご褒美が出てくる合図にすることです。舌打ちの音の後に必ずフードを上げています。繰り返すと、舌打ちの音が鳴るイコールフードが出てくると学習して、舌打ちの音を聞くと喜ぶようになります。ご飯を口に運ぶよりも時間が短く、タイミングをピンポイントで教えやすくなり、おすすめです。さらにマットを目印にするとお互いが分かりやすくておすすめです。マットの上にいるときにフードがもらえます。逆にマットから外れてしまったときはフードが出てこないので、ワンちゃんは必然的にマットの上にじっとしている時間が長くなります。次にスノコを使って高さを出してみました。マル君にとってトリミングテーブルは苦手な作業を連想させてしまう可能性があります。過去の苦手だったトリミングとは区別させるためにも、テーブルは使わずスノコの上で作業しようと思います。自分でスノコに乗り、止まれるようになったら準備が完了です。ステップ3、バリカン実践。まずはバリカンをかけるということを細分化します。体に触れる、バリカンの音が鳴る、毛を刈られる感覚、振動という要素から成り立っています。ということで、まずいきなりバリカンを当てるのではなくて、手が触れても台の上にいる練習を始めます。怖かったら逃げることができるので、それでも台の上にいるということはそこまで恐怖を感じていないのではないでしょうか。触られた時に台の上で止まっていると、カチンと音がした後にフードが出てくる。台の上にも乗れるし、止まる時間も増えているので、次のステップに進もうと思います。次はバリカンの音が聞こえても台の上にいる練習です。一般で使われているバリカンより静かな製品を使用しています。
打ちの音と同じように、すでに苦手な物事でも刺激を極力小さくしてフードとセットで上げることで少しずつ慣れていくことができます。次にバリカンの振動があっても台の上にいる練習をします。これはバリカンの持ち手の部分を体に当てて動かしています。この作業には今までの触る、音に鳴らすという要素が組み込まれています。ここまでできたら実際に剃ってみます。1回ずつワンちゃんが逃げなくても大丈夫か確認しながら進めていきます。剃る時間の長さ、剃る場所、力の入れ方によってもびっくりされたりすることもあります。それでもスノコの上が楽しい場所である限り待っていれば戻ってきてくれます。次こそは逃げようと思われないように、やりすぎないよう与える刺激に気をつけます。そしてとても大事なことはトレーニングを終えるタイミングです。ワンちゃんはトレーニングの最後のイメージを印象的に覚えています。最後に怖がらせてしまいスノコから降りて逃げてしまったタイミングでトレーニングを終わらせてしまうと、怖かったという印象が強く残ってしまうので、ワンちゃんが一番トレーニングをノリノリで楽しんでいるタイミングで打ち切るのが良いです。もう一度おさらいしますが、マル君はバリカンが苦手すぎてミミズバレを作ったほどのワンちゃんです。前のトリマーさんにはこういう犬はダメな犬ですと言われてしまいましたが、いかがでしょうか。自分からバリカンをされに来る天才な犬に見えてきませんか。あえていきなりバリカンをかけようとせず、なるべく回り道をすることが実はワンちゃんと信頼を結ぶことになったりします。どんなワンちゃんもうまく導けば天才的になれるんです。